札幌ドームはこれまでファイターズが本拠地として使用してきた歴史があります。しかし2023年からはファイターズが独自に建設したエスコンフィールドへの本拠地移転を決めたことで、その関係に終止符が打たれており、その経緯は醜い争いがあったのは皆さんもご存知の通りです。よって今回は日本ハムと札幌ドームが歩んできた歴史と、札幌ドームが日本ハムに逃げられてしまった原因、悲惨な札幌ドームの現状について紹介していきたいと思います。わかりやすく時系列でまとめていければと思いますので、じっくりとどうぞ。2001年5月に完成し、6月には開場した札幌ドーム。その後2002年の日韓ワールドカップで使用された札幌ドームは、2004年から当時は読売ジャイアンツと同じく東京ドームを本拠地としていたプロ野球の日本ハムファイターズの本拠地として使用されることになりました。こうして札幌の地を新たな本拠地として戦っていくことになった日本ハムですが、2004年はメジャーで活躍していた新庄剛志が新庄として日本ハムに入団したシーズンでもありましたね。すると札幌で日本ハムは躍動し始めて、2006年にはトレイヒルマン監督のもと球団史上44年ぶりとなる日本一に輝くと、2016年には栗山英樹監督のもとで日本一に。その間には現在メジャーで活躍している大谷翔平やダルビッシュ有などのスーパースターも札幌ドームの地でプレーして、完全に札幌ドームが日本ハムの本拠地だと認識されるようになりました。しかし日本ハムは札幌ドームという一見すると素晴らしいように見えるドーム球場を使用することによって多大なる損害を受けてきたことが明らかになったのです。その中でも特に日本ハムが被害を受けてきたのが札幌ドームの高すぎる使用料でした。もともと札幌ドームは施設を札幌市が所有し、札幌市と道内の財界各社が第三セクター方式で出資する株式会社札幌ドームが指定管理者として運営管理に当たっている施設ということもあり、日本ハムは札幌ドームをレンタルして使用する形となっていました。そのため日本ハムは札幌ドームで1試合開催する時のレンタル料金として831万6000円という大金を払っていて、入場者が2万人を超えた時にはなんと1人につき415円が加算されるという牛島くんもびっくりの制度が確立されていたのです。この使用料について2017年の観客動員実績で見てみると、札幌ドームでの主催試合59試合の観客動員数は平均 29,932 人、ただ3万人以上の観客が入った試合は19試合で、4万人以上入った試合も12試合あったため、これらの数字を鑑みると、日本ハムは年間の球場使用料として札幌ドームに約9億から11億円に上る金額を払っていたことになります。ちなみに日本ハムと同じく札幌ドームを使用していた J リーグのコンサドーレ札幌が札幌ドームを使用する場合には1試合の利用料金から3分の1の減免措置を適用していたというので、いかにファイターズから徴収していたかがわかります。こうしてホームゲームを行うためにかなりの額を札幌ドームに搾取されていた日本ハム。しかし札幌ドームが日本ハムから搾取していたのは恐ろしいことに使用料だけではありませんでした。特に顕著だったのが他球団の場合、球団が球場内の広告看板をスポンサーに販売したり、球団プロデュースの飲食店やファンの楽しみの一つでもあるグッズショップなどを球場内に出店して収入を上げるというのが基本的な形となっていました。しかしながら日本ハムの場合には毎試合の使用料を支払った上に広告の看板や場内の飲食物販の収入も札幌ドームに握られていたというのです。要するに日本ハムが球場で販売していたスポンサーである日本ハムの商品を販売しても収入は全て球団ではなく札幌ドーム側に搾取されていたということになります。また広告看板代は球団が2億5000万円で買い取っていただけではなく、札幌ドームがコンサートやイベントなどで使用される際、地面を保護するために敷くフィールドシートやトレーニング施設の器具を片付ける費用のほか、球場の警備費、清掃代なども全て日本ハムが負担していたのです。こうした莫大な金額を支払っていた日本ハムは、先ほどの球場使用料と合わせれば日本ハムに所属するほとんどの選手の年俸に匹敵する額となっていました。正直ドン引きしてしまうほどの搾取ですが、日本ハムは移籍先を探していた中で札幌ドームに拾ってもらった過去があり、最初は恩を感じていた節もあったのかもしれませんね。このように札幌ドームから収益をまんまと剥奪され続けていた日本ハムですが、金銭的な面以外にも札幌ドームには不満の声が上がっていました。それが選手たちを苦しめた札幌ドームの人工芝。札幌ドームでは野球場向けの人工芝は年々性能が向上していた中で、サッカーモールとの転換のために芝生を巻き取る必要があるため、クッション性の高いロングパイル人工芝は導入できず、コンクリート床の衝撃が直に伝わってしまい、選手の腰や膝への負担が異常に高いショートパイル人工芝を使用していたのです。この薄いペラペラの人工芝はこれまで日本ハムでプレーした選手、特に外野手の体を傷つけていて、糸井嘉男、中田翔、西川春樹といった面々は試合後、関節という関節をアイシングでぐるぐる巻きにしていましたが、それでも慢性的な痛みを伴っていたそうです。もし日本ハムでプレーしていなければ、この選手たちももう少し怪我が少ない選手になっていたのかもしれませんよね。ちなみにこの人工芝は幅4メーター、長さ55メーターのものを約150枚組み合わせている形となっていて、サッカーモードへの転換のために巻き取った後、再び野球モードに戻す際に
また敷き直さないといけない手間が発生。また転換する際にはほとんどが電気の力を使いモーターを動かすことで実現していましたが、人工芝の設営撤収については電気による仕掛けが存在しなかったため、巻き取り用の機械を使って人海戦術で行われていたので、過密スケジュールの際にはスタッフによる徹夜での作業が必要になることもあったといいます。こうしてスタッフにも優しくなく選手を破壊する芝を使用していたことから、札幌ドームはいつしか野球ファンから殺度という不名誉な名称が付けられるようになったのでした。実際日本ハムで長年指揮を取った栗山監督も、日本代表の試合で札幌ドームを訪れた際には選手たちに対してミーティングで、札幌ドームはここに来ると急に硬くて体に負担が来てしまう、怪我のないように終わってほしいので、何かあったらすぐに行ってくれ、試合中でもいいし絶対に無理をしないようにと選手たちに細心の注意を払うよう指示。日本ハムを10年間指揮した栗山監督だからこそ知る札幌ドームの怖さから出た言葉だと思うと、何とも言えない気持ちになってしまいますよね。そして札幌ドームのペラペラな芝に苦しめられていたのは選手だけではなく審判も苦しんでいたようで、とある審判はあそこで1カードさばくと腰の張りが他の球場とは段違いに来る、試合を通じて立ちっぱなしで塁審なら外野へ走ることもありますから、一昨年にコロナ対策で移動を減らすため6試合ぶっ続けだった時は本当に危なかったと、札幌ドームでの連戦を経験した際には体が悲鳴を上げたと明かしていたのです。こうして使用量が高すぎて収益も搾取され、グラウンドは選手審判の体を蝕むという正直全くいいところがなかった札幌ドームですが、長い関係を築いていく上で金銭的にも環境的にも改善を願うのは当然のことでした。日本ハムは札幌ドームに移転してから北海道を独自のフランチャイズとして開拓し、東京ドームを使用していた最終年の2003年に 131.9 万人だった観客動員数は移転1年目には 161.6 万人と増加していました。しかし様々な支出があったことによって経営状況は一向に上向くことはなく、日本ハムは多くの主力選手を FA で引き止めることができず、他球団への流出が止まりませんでした。また大谷やダルビッシュ、有原康平などメジャーへ挑戦する選手たちが残してくれたお金によって、なんとかチーム強化を続けることができていたのです。そんな中当然日本ハム側も徐々に札幌ドームに対する不満を貯めていき、収益部分を改善するために様々な提案を実施。特に日本ハムが望んでいたのは2003年から新たに公共施設の管理業務を株式会社などの営利企業、財団法人など法人その他の団体に代行させることが可能になった指定管理者制度でした。この制度をプロ野球で最初に活用したのが千葉ロッテマリーンズで、もともとロッテの本拠地である千葉マリーンスタジアム、現 ZOZO マリーンスタジアムは札幌ドームと同じく第3セクターが指定管理者となり、球場使用料を支払っていました。しかし2006年に球団が指定管理者になったことによって、試合興行のほか球場内での飲食、物販、広告看板の販売などといったビジネスができるようになり、経営状況は大幅に改善されたのです。そこで日本ハムもロッテと同じように経営を上向かせるため指定管理者制度の採用を要求しますが、札幌ドーム側はこれを拒否してしまいます。さらに使用料の値下げなども必死に要求していきましたが、札幌ドームはこれら全てを拒否しただけでなく、なんと2016年4月1日からの使用料の値上げを通告するというあまりにも傲慢な対応を披露。当時の状況について関係者は、指定管理者制度を拒否したのは株式会社札幌ドームに居座り甘い汁を吸う死の天下りたちのせいですよとも語っています。しかしながら日本ハムは要求をフル無視されたことで、ついに我慢の限界に到達してしまいます。2016年5月には北海道の複数メディアで、北海道日本ハムファイターズが新球場を建設するため候補地の調査を進めているというスクープ記事が報じられたのです。そしてこのタイミングで札幌ドームの使用料の高さなど理不尽な契約が明らかとなり、一部の日本ハムファンからはこれではまるで奴隷契約じゃないかと批判の声が殺到。ただ新球場構想が報じられても、札幌ドーム側は球団引き止めのためにドームの利用料を下げる議論をするつもりはないと当時の市長が発言し、日本ハムがまさか札幌ドームから出ていく可能性はないだろうと謎の自信を持っていたのです。ただ日本ハムは本気で奴隷のように扱われていた札幌ドームを脱出するための計画を着々と進めていくことになります。それこそが2016年5月からスタートする日本ハムの新球場構想でした。これにはすぐに球場建設の候補地として北海道の複数の自治体が手を挙げたのですが、その中でも特に熱心だったのが北広島市で、固定資産税、投資計画税の10年間免税、球場近くに新駅の建設と列車本数の増便と手厚い行政支援を提案。こうした状況にようやく危機感を覚えた札幌ドーム側は、札幌ドームの野球専用化も視野に入れているという提案を日本ハムに提示した上で、
で、ぜひ札幌ドームに残ってほしいと突然日本ハムに歩み寄り懇願します。しかしすでに札幌ドームへの慈悲など捨て去っていた日本ハム側は望んでいないと一蹴、完全に傲慢すぎた札幌ドームが痛い目に遭う展開となり、日本ハムのフロント陣はざまあ見ろと思ったことでしょう。その後日本ハムが札幌ドームから出ることを確実視した札幌市は、新球場を札幌市で作ってほしいと誘致する方向へシフトしますが、札幌市が提案した土地は日本ハムが求めている土地の大きさではないことや、候補地の一つだった真駒内公園では真駒内の自然を守りたいという市民の意見から誘致反対の運動が起きてしまい、札幌市の誘致活動は暗礁に乗り上げたのでした。そんな中で日本ハムは熱心に誘ってくれていた北広島市との協議を順調に進めていって、2018年3月に日本ハムは北広島市に自前の球場であるエスコンフィールド北海道を建設して、2023年3月に開場すると発表。こうして傲慢な対応を見せていた札幌ドームからの撤退が正式に決定したのでした。そんな札幌ドームから抜け出すことに成功した日本ハムですが、2023年シーズンの開幕に合わせて新球場であるエスコンフィールド北海道を開場。そんなエスコンはメジャーのスタジアムを参考にして作られたスタジアムということもあり、メジャーでプレー経験がある埼玉西武ライオンズの松井稼頭央監督がまさにメジャーリーグのような素晴らしい球場と最初に訪れた際に印象を語るほどでした。またエスコンは開閉式の屋根を備え、3万5000人の収容が可能なスタジアムで球場内のコンコースを周遊しながら、あらゆる場所からグラウンドのプレーを見ることができる他のスタジアムにはない設計や、センター側の一部をガラスフォールとしたことで実現した屋外球場のような開放感など、プロ野球ファンに新たな野球観戦の楽しみ方を教えてくれるスタジアムとなっているのです。さらに球場内には1階のフィールドレベル、2階のメインレベル、3階のスターレベルとそれぞれに名付けられたフロアが存在していて、クラフトビールの醸造所や全国から集結した30を超える食の名店が集結、充実したスタジアムグルメを楽しむことができますし、世界初となる球場内サウナ施設やホテルまでも備えられているため、日本ハムの試合が行われる日以外にも観光客が楽しめるスタジアムとなっています。他にもスタジアムの外には F ビレッジと命名された約32万平米の広大な敷地内にキッズエリアやグランピング施設、農業学習施設なども併設されていて、スタジアムを起点に地域の人々やパートナー企業たちが一体となった街づくりを目指そうとしているのです。こうして閉鎖的だった札幌ドームから一気にプロ野球屈指の新スタジアムを手に入れた日本ハム、残念ながらエスコン1年目となった2023年は再開に終わってしまいましたが、1年を通してスタジアムには多くのお客様が足を運んでいる様子が見られました。実際シーズン終了後には球場を運営する株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメントが、球場を含む北海道ボールパーク F ビレッジ開業後の状況報告会で、スタジアムがプレオープンした3月12日から9月30日までの203日間で来場者が303万人に達し、当初の目標として掲げていた300万人の大台をホーム最終戦が行われた9月28日に突破したことを発表。そして野球が開催された日はもちろん、試合がない日も無料で入場できる F ビレッジには、試合がない日でも来場者数は平日で4500人、休日で1万500人と多くの人が訪れていたようで、地元の住人だけでなく東京など道外からの来場者が札幌ドーム時代の 10% から 28% と大幅に増加したことも明らかにしました。確かにこれだけ野球以外の楽しみもあるスタジアムは、野球に興味のない人にも注目されることは間違いないですし、今後は北海道が誇る新たな観光名所になることも期待されています。このように多くの人が訪れた結果、これまでと収益構造が大きく変貌を遂げて、札幌ドームを本拠地としていたコロナ禍前の2019年に9億5000万円だった営業利益はなんと26億円となる見込みだったことを発表し、大幅な経営改善に成功したのでした。これだけ大きな改革に成功した日本ハムには、地元メディアの関係者からも、結果だけ見ればもっと早く本拠地を移転させればよかったと言える、しかも日本ハムがペナント再開でもこの数字なので、チームの成績が上がってファンや北海道民の熱気が盛り上がれば増収が期待できるし、 F ビレッジはまだ半分程度しか完成しておらず、全体の売り上げは増えていくことは間違いない。札幌市の第三セクターが運営し、利用する事業者団体から金を吸い上げることしか考えられない札幌ドームと、民間企業が構想から10年以上かけて緻密なマーケティング戦略に基づいて作った F ビレッジでは大きな差が生じるのは必然と言えると、日本ハムの改革に賛辞が送られました。結果的に収益増によって日本ハムは2023年のシーズン終了後、これまで基本的にマネーゲームで勝てないことが分かっていたこともあり、参入していなかった FA 戦線にも参戦、巨人やソフトバンクといった金満球団が狙っていたオリックスの先発様山崎福也の獲得に成功、さらに FA でいつも通り流出するものだと思われていた左のエース加藤貴之とは4年12億円という破格の条件を提示し、残留させることに成功しました。こうして日本ハムが順調に歩みを進める一方で、日本ハムというカモにしていた収益源に逃げられてしまった札幌ドームは、当初の自信とは裏腹に絶望的な状況に陥ってしまったのです。
あまりにもずさんな対応によって日本ハムを失ってしまった札幌ドーム。実際コロナ禍前の2019年度は札幌ドームの売上高は39億7200万円で1億8800万円の黒字を出していて、日本ハム関連が占める売上は3割程度とされていました。そのため日本ハムが札幌ドームから移転することによって十数億円の減収は免れないと見られていたのですが、当然これだけの減収となれば黒字化は厳しくなり赤字になることが予想されていました。しかし日本ハムが移転を発表してから4年が経過した2022年6月、札幌市と札幌ドームは収支見通しを発表します。その見通しでは移転直後の2023年度こそコロナ禍の影響も織り込んで約3億円の赤字を想定するというものでしたが、翌年の2024年度にはすぐ黒字に転じて2023年度以降の5年間で約900万円の黒字を見込むという誰もが驚くあまりにも強気な試算だったのです。一体どのような計算をすればこれだけ強気の試算となったのか。札幌ドームによると、コンサドール札幌の試合数やコンサートの数などを増やして日本ハムがいなくなった分の減収を補うそうですが、この収支見通しが発表されると当然だからあまりにも見通しが甘すぎると批判が殺到。北海道大学の教授からは、サッカーで増やしても数試合、日ハムに変わるものはなく、プロスポーツで補うのは無理だ、国際会議や大型展示会を誘致しようにも運営会社にはノウハウがない、多用途施設にすると市内の他の施設と競合すると希望的観測すぎる見通しを批判しました。さらに札幌市で市民文化局長を務めていた高野薫も、黒字化資産は机上の空論だときっぱり言い切った上で、市は2万人規模のコンサートにも対応するというが、そんな人数を集められるコンサートも誘致できるほど現実は甘くない、円安やコロナ禍、ウクライナ問題の要因もある、コンサドーレも集客力のあるチームといえず日ハムのような使用量も見込めないと世間の情勢を含めて札幌ドームに関する見通しをバッサリ切り捨てたのです。こうして日本ハムに対する傲慢な対応に続き、将来の見通しの甘さを露呈した札幌ドーム。それでも2023年3月、札幌ドームは日本ハムが出ていった分の収益を稼ぐべく起死回生の一手を発表します。それが新モードという新たな形態でのコンサート開催でした。3月から導入された新モードというのは、札幌ドーム内を暗幕で仕切り2万人以下のコンサートなどのイベントに対応しようというもので、コンサートのため新たに設置した機材などなんと総事業費は約10億円に上ると言われました。ただこれだけ気合を入れた新モードで新たな収益の柱を作ろうとした札幌ドームですが、その予測は完全に裏目となってしまいます。もともと新モードにかなりの自信を抱いていた札幌ドームは、初年度で最低6件、うまくいけば10件以上のコンサートを開催できるのではないかと予測していました。しかし現実はそう甘いものではなく、2023年11月の時点では新モードを使用したイベントはわずか2件で、1件はラグビーワールドカップのパブリックビューイング、もう1件は高校生による吹奏楽のパフォーマンスイベントと、有名アーティストのコンサートは一度も行われなかったのです。またラグビーワールドカップのパブリックビューイングというのは、札幌市が新モードを利用したという実績を作るために地元の北海道ラグビーフットボール協会にお願いして実施したものだったようで、費用は札幌ドームの持ち出し、10億円もの税金を使って新モードを作った挙句、そこで行うイベントの使用コストまで事実上税金での負担となり、札幌市民からは不満の声が上がるようになっていました。なぜここまで自信を持っていたはずの新モードが使われなかったのか。その理由として音楽業界の関係者は、ドームは音響が良くなくスタンドからの距離もあって見づらい、 4,5 万人集める全国ドームツアーの1箇所という付加価値があったから、これまで利用していたアーティストもいました。2万人以下の新モードを利用する必然性はないと、北海道内には北海北エールなど 1,2 万規模の箱は他にも存在することもあり、ただ規模を小さくして使用してもらうという札幌ドーム側の思惑は完全に外れてしまったのです。こうした危機的状況に札幌市長の秋元克弘も、どこを改善すればどういう風に使っていただけるのかということをしっかりやっていく期間なんじゃないかと、札幌ドームの状況にさすがに危機感を抱いている様子でした。そんな完全に金の使いどころをミスってしまった札幌ドーム、他にも日本ハムがいなくなった影響は出ていて、広告事業においてもプロ野球中継がなくなり、札幌ドーム自体の露出が見込めなくなったことで55枠もあった内外野のフェンス広告は新規販売を中止、コンコースの柱や壁面を含めた広告80枠のうち2023年9月までに埋まったのは7割という絶望的状況でした。すると札幌ドームに対しては解体論が出るほど存在価値がなくなっていったわけですが、そこで札幌ドームはようやく重い腰を上げて2024年1月9日に企業名やブランド名を施設名につけるネーミングライツの募集を始めました。このネーミングライツというのは、企業側がお金を出してスタジアムの命名権を買うというもので、企業側にはメディアなどでスタジアム名が報じられることによって企業の知名度が上がるという側面があります。特にプロ野球チームの本拠地名はシーズン中様々な媒体で連日報じられることもあり、他のスポーツにおける
ネーミングライツに比べて飛び抜けて高額なものとなっています。実際日本ハムが移転したエスコンフィールド北海道はネーミングライツで最も高額な施設となっていて、契約は年間5億円の10年契約。そんな中で札幌ドームは日本ハムが使っていないため、ほとんどメディアに出ることはない中でのネーミングライツ募集となったことから、そこまで高額な条件を提示することはないだろうと思われていました。しかしそこは期待を裏切らない札幌ドームが売り出したネーミングライツには取得金額は年間2億5000万円以上、契約期間は2年から4年、ドームの名称を含める募集期間は2024年2月末まで、新名称の使用開始は同年4月頃を予定と4つの細かな条件を提示していて、特に取得金額に関しては高すぎるといった声が多く上がりました。実際に他球団の例を見てみると、ロッテの本拠地である ZOZO マリンスタジアムのネーミングライツ料は年間3億1000万円、広島東洋カープのマツダズームズームスタジアム広島は年間2億2000万円で、東北楽天ゴールデンイーグルスの楽天モバイルパーク宮城は年間2億100万円。そのためプロ野球の試合が行われない札幌ドームの希望価格がどれだけ強気の価格設定なのかが分かるはずです。そのため広告代理店の関係者によれば、命名権に関しては広告業界内では失笑すら起きている、稼働日数が減少している中で命名権にあの金額を払う企業が現れるとは思えないと、札幌ドームが設定した金額がバカにされていることを明かしたほどでした。こうして誰もが失敗するだろうと思ってしまうほど無謀だった札幌ドームのネーミングライツ。すると期限として設定していた2月29日、札幌ドームはネーミングライツについて案の定締め切り期限までに応募がなかったと発表。本当かどうかは分かりませんが、興味を示した企業は複数あったものの応募には至らなかったそうで、同時に今後は無期限でネーミングライツ募集を続けるそうです。そして追い打ちをかけるように3月14日には札幌ドームの2023年度収支見通しを札幌市が発表。この発表では当初の試算よりも赤字額の幅が拡大する見通しであることを明らかにして、2023年度から5年間トータルで黒字となるとしていた甘すぎる収支計画の見直しも示唆したのです。札幌ドームの収支の現状について、市のスポーツ部長は、イベント開催実績は98件となり計画の107件には届かない、収益性の高いコンサートが計画の半分となり貸館収入が減少する見通しなどと苦しい現状について語り、今後は収支改善に向けて収益性の高いイベントの誘致やネーミングライツの早期契約などに取り組む考えを示しました。ただし札幌ドームが赤字になれば、存在のために使われるのが市民の税金であることから、さらに札幌ドームに対する風当たりは強くなったのです。実際に札幌市民からは、札幌ドームのオワコンぶりは痛々しいだけなら話のネタになるけど、赤字垂れ流しで公金注入で存続させるぐらいなら公金使っていいのでさっさと解体してほしいと、かなり厳しい意見が上がっており、やることなすことすべてがうまくいかず厳しい状況となってしまった札幌ドームは窮地に立たされたのでした。それでも日本ハムは札幌ドームのことを見捨てていなかったのか、2024年のオープン戦では3月2日と3日の2試合を札幌ドームで開催すると発表。しかし日本ハムのファンからは当然、カチカチでペラペラな芝の札幌ドームでオープン戦を開催することで選手の怪我を心配する声が多く上がりました。ただ球団の関係者によれば、札幌ドーム開催に至った理由として、3月上旬の北海道は当然ながら厳しい寒さが続くだけに、エスコンの天然芝もまだ寝ている状態、芝の生育問題もあるので球場内を暖かくすることが難しいと、エスコンの芝の状態が影響していると語り、人工芝の札幌ドームは温度管理がしやすいようで、選手や観客は寒さを気にする必要がない、時期的にもドームを使えるのはありがたいと、札幌ドーム開催に関するメリットを明かしています。そして久しぶりに札幌ドームで行われた日本ハムと阪神タイガースのオープン戦2試合、ただ3日の試合後には新庄監督が、今日の硬いグラウンドでハッスルしすぎてまた怪我人が増えないか心配でした、ここで1試合プレーすると3、4日後に体が張ってくるんですよと本音をポロリ、新庄監督自身も札幌ドームでのプレー経験があるため説得力のある言葉でした。また今年度で日本ハムは札幌ドームを所有する札幌市との使用契約が終了する見通しで、各メディアはこの2連戦が日本ハムにとって札幌ドームを使用する本当の最終戦だと報道し、こうして頼みの綱であった日本ハムと完全に縁を切る形となったのでした。札幌ドームとしては今後最低でも数億円規模の収益増加が必要となってくるため、新モードで失敗したような博打を打つことはかなりリスクを伴います。それでも何か行動を起こさなければ本当に札幌ドーム解体という事態にも発展しかねないので、今後の動きに注目ですね。それでは。